覚悟は決まった？まさか、まさか。そのまさかがあるんじゃないか？先に進みますか？はい。後ろになんかエフェクト出たね。そのまさかがあるんじゃないか？この先に待ってるのは悲しく、礼してんだ！苦しく悲しい出来事かもしれません。それでも先に進みますか？進むぞ、礼ちゃん。天の声に負けんな。覚悟はできていますか？目が出てるね！できてるよ！目まで出てきたよ。いくつもの目がもう、どんどん、侵食してきてるけど、それでも進むんだよ。レイしかいないね。理想と、現実を、入れ替えますか？はい！例の思ってた理想と現実を とある町に少女がいました。その少女は病気で母を事故で父を亡くしていました。しかし父が事故で亡くなったのではないと知った少女が、祖父に何も告げず、父の研究所である北の館へ向かいました。少女がいなくなったことに気づいた祖父とは、旧友である青年に少女を探すよう頼みました。そして、彼らはまた、北の館へとたどり着いたのです。青年は、悪魔と契約をしていました。青年はそんな悪魔の力を借りながら、無事に少女を見つけました。そして彼らは、北の館で隠された真実を知ります。それはとても辛く、悲しい真実でした。しかし彼らはそれを乗り越え、無事に北の館を脱出しました。それから数ヶ月。北の館に不穏な気配を感じた悪魔の青年は、契約者であった青年と共に、再び北の館を訪れます。そして彼らは、悪魔によって北の館に閉じ込められてしまうのでした。二人の姿を見えないことに気づいた少女は、必死に彼らを探します。そして少女もまた、再び北の館へ足を踏み入れるのでした。北の館には、少女を欲しがる悪魔がいました。彼女は必要に少女を追いかけ回します。少女は命からがら悪魔から逃げ続けます。二周目だ。え？ここは？気がない？え？この人！戻ってきてる。そう、確か、リーリンに追いかけられて、戻ったと言っても、ここまでが限界か。あなたもしかして、うおー！走って！いいから早く！早速逃げなきゃいけないの？急いで！待って！そんなことしてる場合じゃ、確かこの辺りに。これって、大丈夫だから早く。
裏面に来た。明らかに裏面に来た。2周目だ。ジルディさん。おや、誰かと思えば、ジルディさん。ジルディ。あ、怪我してる。大丈夫ですか？ふむ。怪我は大したことないよ。そうですか。よかった。俺としては、なんで君がそんなことやってるかの方が気になるけど。短時間でよくもまあそれだけの厄介事を持ち込めるよね。もしかしてバレてる？バレてるよ。見てる通り、俺もただの人間じゃなくなってるんでね。そういう気配はわかるようになってんの。にしても、さすがに短時間すぎじゃない？時間を戻したのね。そうだね。やっぱ時間戻したんだ。あれ、バルツェがで、やったような、時間の戻し方だ。過去でやった。それ、本当にできるもんなの？ええ、できるわ。だって、バルツェ君が実際にやっていたんだから、サーシャ！あ、バルツェ、ちょっと待って、サーシャってこれって、サーシャってさ、あの人じゃないの？ま、人間の俺からしたら記憶ないからわかんないけど、ジーティーさんのその、ん？契約してる悪魔は？ああ、この人は俺の嫁。嫁？妻ってこと？ああ、そうか。だからどっかで見たことあると。サーシャは見たことあるわ。久しぶりね。こんな形で会うことになるなんて、ちょっと複雑だけど。二人はどうして来たのよ、方に？君を助けに来たんだよ。え？サーシャがどうしても君を助けたいって言うから、わざわざ俺と契約してまでこうして北の方に来たんだ。そんなどうして？あなたにはいっぱい助けてもらったから。だから、今度は私があなたを。ん？ゆっくり話してる場合じゃない。ジェシーさん、歩ける？年寄りにきついこと言うねー。ジル。はいはい、歩けますって辛かったら言ってください。大丈夫よ。この人、追い詰められると燃えるタイプだから、もうバルツェと一緒じゃねえかよ。言ってないち、言ったことない。GT 合流しました。だから、時間を戻して、リーリンともうまくいかせるんだ。ん？おい！俺よりよっぽどしんどそうだけど？大丈夫。とてもそうは見えない。だいたい、なんでそんなに体に負担が？いいから。とにかく早くリーリンを。リーリン？誰それ？急がないと。あ、そっか。リーリンの記憶はないのか。間に合わなくなる。少しだけ休みましょう。ダメ、時間がないの。そんな体に動かれても迷惑なだけよ。なんとかする。ならないから言ってるの。ね。少しだけでいいから休みましょう。ジルティもいいわね。まあ、そもそも俺に拒否権なさそうだしね。ごめんなさい。一応聞くけど、診察いる？大丈夫。だよね。そういう問題じゃなさそうだし。休んでる間、少し話を聞かせてほしいのだけど、どうして時間を巻き戻したのか理由が知りたい。暴走ね。魔力とは便利だけど、
実に複雑で扱いにくい。あなたは暴走を止めるために、そう、本当はジルティさんの死を止めたいからっていうのもあるけど、で、具体的にはどう暴走を止めるわけ？暴走は一度起きたら止められないから。ん？それじゃあ暴走を起こさないようにするしかない。ほう、それじゃあその方法を聞いても？お願いがあるの。お願い？本当は一人で何とかできると思ってたけど、思ってたより体が言うことを聞かないみたい。だから、力を貸してほしいって？うん。ダメ？ダメなはずないじゃない。もちろん協力する。私はあなたを助けに来たんだから。ありがとう。はじめに入ってはダメって言ったのはこの子のことなんだよね、絶対。具体的に何すればいいわけ？それは、もう大丈夫。顔色最悪だけどね。この部屋暗いから。そういうことにしておこう。とにかく無茶はしないで。ありがとう。お、目だ！リーリン！リーリン。こいつが。ははやっと見つけたわ、レイ。この館、なんでこの場所がコロコロ変わるのかね。リーリン。なに、レイ。あなたに私は捕まえられない。なんで？あなたの思い通りにはならない。ふーん。レイのくせに生意気なこと言うのね。いいわ。そこまで言うなら。やってみましょう。本当に私の思い通りにならないか。さあ、もう逃げるのはおしまいよ。お、お、お、あ、これか。これだ。ふい、ふい、ふい、ふい。火をつけていくんだね。オッケー、オッケー。オッケー、オッケー。はい、オッケー。おー、勝利。難易度が前より低い。ん？リーリン。もう諦めて。何度やっても同じ。これ以上は。いや。そんなの、絶対に嫌！私はレイと、ずっと一緒にいるの！もういいわ。あ、ジル！ジルティさん！あっぶの！悪いな、サーシャ。よかった、気はないみたい。レイ？あれ？さっきまでの異性はどこ行っちゃったの？私が怖くて声も出ない感じ？何が望みなの？そんなの決まってるじゃない。私、レイが欲しいの。最初は、レイの体だけが欲しかったんだけど、今はレイの全部が欲しいんだ。だから、レイ、私と契約しましょう。悪魔と人間は契約できるのよ。そこにいる二人みたいにね。そう、契約すれば私たち、ずっと一緒にいられるわ。もしかしてレイは、私と契約すんの嫌なの？契約、したいように見える？そんなこと言っていいのかな？どういうこと？もし、私と契約してくれるなら、レイが探していたあの二人をここから出してあげてもいいわ。時間が巻き戻ってるからこの辺り同じこと言うな、お前。それに、そこの悪魔と契約している人間も外に出してあげる。私はずっとレイと一緒にいられるし、レイは大切な人たちを外に逃がしてあげられる。どう？悪い話じゃないでしょ？それに契約したら力が手に入るんだし。その力で、イディアの部屋の結界を壊してイディアを殺せば、
こっから解放されるじゃん。はっ。そうすれば本当に自由になれるね。私、レイと一緒にしてみたいことがいっぱいあるの。いろんなところにも行きたいし。何その顔。もしかしてレイ、イリアにほとされちゃった？ま、何でもいいか。どうせ私と契約しないと。レイの大切な人たちはずっと館から出られないのよ。バカで考えなしでどうしようもないお人よしで、優しくて愚かなレイちゃん。大切な人を助けるために自分の身を差し出してよ。それって、どんなおとぎ話よりも素敵なストーリーじゃない。私と契約したら、みんなを外に出してくれる？もちろんよ。わかった。これでやっと一緒にいられるね。わかったって言った。じゃあ手を出して。これでいい？ああ、そうそう。で、右手に火傷があるんだよね。え？で、せっかく綺麗なのにそんなのもったいないよ。だからね、私と契約したらその手、別の綺麗な人間の手と交換してあげる。火傷。それじゃあ契約を。何？ジューティー、いきなり呼び捨てかよ。あ、く、あ、黒髪は亀。こいつ色が、人間の色を食っていたのね。色を食う、人間を食らって、その色が人間が持つ色を自分に取り込んでいたのよ。黒髪赤目だったからね。あれがあの子の本当の姿よ。どうして、どうして契約が弾かれるの？ごめんね、リーディン。この体、すでに先約済みなの。そう、レイはもう多分契約したんだ。時間を巻き戻すなんてレイちゃん一人じゃできないもん。レイちゃん一人じゃ、時間を巻き戻すことはできないから、もうおそらくだ。なあ！言ったでしょ？あなたの思い通りにはならないって。お前！レイじゃない！まさか！気づくのが遅かったわね。イデア！もっと注意深く気配を探れば、この子が悪魔と契約していることも分かったでしょうに。この子に就寝するあまり、気配を読み間違ったわね。かわいそうな子。なんで？なんでレイがイデアと契約してるの？それに体を入れ替えるなんて！あんたが、あんたがレイをそそのかしたんでしょう。違うよ。違うんだよ。もし私がってあの時だ。あの時言ったんだ。そうに決まってる。少女だけは。そそのかすなんて心外ね。全部、この子が言い出したことよ。さあ行きなさい。あなたを待ってる人がいるでしょ。うん。悪魔と契約するとすごい力が手に入る。使い方によっては時間を巻き戻せるくらいの大きな力がね。そうだ、イデア。何？もし私がイデアと契約したいって言ったら契約してくれる？え？笑えない冗談ね。冗談じゃない。じゃああなたは分かっていないのね。契約には対価がいるわ。あなたにもみたいな何も持たない非力な子が、弱い人間が
簡単にできる代物じゃない。ちなみに聞くけど、私と契約してまで望むものって何？時間を巻き戻したいの。あなたどこでそれを？ジュージーさんが。いや、悪魔と契約してる人が言ってたの。悪魔と契約すれば、時間を巻き戻せるくらいの大きな力が入る、手に入るって。イデア、私。やっぱりあなたは何も分かってないわ。契約をすれば力は手に入るけど、あなたは大切な何かを失うことになる。あなたは私に自分の大切なものを差し出すことができるの？大切なもの。時間をあげる。え？私の力が欲しいなら、それに見合うだけの対価を私に用意しなさい。対価。もしそれが用意できて、あなたがそれを私に差し出す覚悟ができたなら、私の名前を呼びなさい。イディアの名前を？そう。私はもうすぐ北の館に取り込まれてしまうけれど、あなたが強い思いで私の名前を呼ぶなら、私はあなたを前に現れることができる。悪魔は強い望みを、思いを持つ人間の前に現れる。そして思いは、どんな魔力よりも強いものよ。思い。さあ行きなさい。待って、イデア。あの子が、私の名を呼ぶことはない。あの子は平和な日常をのうのうと生きてきた、非力な子なのだから。私の力に見合うはずの対価を用意できるはずもない。そう思ってたのに。お願い、イデア。え？ここは？驚いた。まさか本当に私のことを呼ぶなんて。イデア。覚悟は決まった？うん。私の力と引き換えに、時間を巻き戻すことを引き換えに、あなたは何を差し出すの？私は、私がイデアに渡せるものは、私のこの、体を。え？イデア、言ってたよね。会いたい人がいるって。私の体にイデアが入れば、イデアは、北の館を出られるんじゃないかなって。私、こんなものしかイデアにあげられるもの持ってないから。自分が何を言ってるか分かってるの？分かってる。いいえ、分かってないわ！あなたは何も分かってない！聞いて、イデア。私は、単に、イデアに体をあげるって言ってるわけじゃない。どういう意味？もし私がイデアにお願いして時間を巻き戻しても、その巻き戻したっていう記憶を受け継げるのは悪魔だけなんだよね。それも知ってるのね。だからもし時間を巻き戻して、私がリーディングが暴走する前の北の館に戻っても、暴走することを知らない私はきっと何も変えられない。過去を知ってんのはイデアだけ。でも、そのイデアがあの部屋から出られないのなら、自由に動ける私の体を使って、過去を知ってるイデアに未来を変えてほしいの。だから私はイデアに対価として、この体を渡したい。差し出した対価が、契約した悪魔が死なない限り二度と戻ってこないわ。うん。体を失ったあなたは、精神だけで北の方をさまようことになる。人間は、悪魔の体には入れないから。うん。それだけじゃない。体と記憶は結びついてるの。私に体を差し出すということは、同時に、あなたが記憶も差し出すことになる。
私に体を渡した時点で、徐々にあなたの記憶は消えていくことになるわ。ここまで聞いても、あなたは私に対価を差し出せる？イデアに言われて、いっぱい考えて分かったの。イデアの言う通り私は弱くて、一人じゃ何もできないんだって。だからお願い。私を助けてほしい、イデア。イデアが私になったら、イデアの好きにしてくれていいんだけど、私の周り、優しい人が多いんだ。だから、その人たちが悲しまないように、うまく、私になってくれると嬉しいな。これが、今の私にできる精一杯みたい。ダメかな。どうして？え？どうしてそこまでするの？どうして他人の他人にそこまでできるの？何がおかしいの？だっていいでや。自分で答えを言ってるのに。え？私も、きっと他人のためならここまでできないと思う。私が助けたい人は他人なんかじゃない。私にとって、とても大切な人たちだから。私は二人に、いっぱい幸せをもらったの。でも二人は、今まで本当にたくさん苦しんできたんだと思う。だから、今度はあの二人が幸せになる番だよ。お願い、イデア。私と、契約してください。一つ、私が言ったこと訂正させて。え？あなたは何も持たない非力な、弱い人間じゃなかったみたい。いいでよ。いいわ。私があなたの望みを叶える代わりに、時間を巻き戻す代わりに、私はあなたの体を対価としてもらう。うん。それともう一つ。契約する内容だよね。話が早いわね。約束するわ。必ず、あなたの周りの人が幸せになれるようにする。それが契約。イデア。うん。ありがとう。レイ。あ、名前。あなたの記憶は徐々に薄れていくけど、思い出は最後まで消えないわ。思い出？決して飲み込まれないで。思い出を忘れないで。そうすれば道は消えない。わかった。約束よ。さあ、始めるわよ。必ず、迎えに行くから。そんな、霊が！そう。これは、バカで考えなしでどうしようもないお人よしで、優しくて愚かなこの子が、たった一人で導き出した答えよ。そんなはずない！あの子に、そんな覚悟あるわけない！もう終わりにしましょう、リーリン。どの道、あなたみたいな悪魔が契約するには、この子はもったいないわ。もう魔力もほとんどないでしょう。おとなしく消えた方がいいんじゃない？そのままいたって、北の館に取り込まれるだけでしょ？どうして？どうして？どうして何もうまくいかないの？いつもそう。私の望んだものは何も手に入らない。全部全部、お姉ちゃんばっかり！お父さんもお母さんも、お姉ちゃんばっかり！私の何がいけなかったの？この黒い髪も赤い目も、私が望んで手に入れたものじゃない！あんただって、
あんただって私と同じくせに、私と同じ呪われた子のくせに、誰も私の気持ちなんて、イデア、まだそんな力が。あ、おい、くそ、逃がした。お願い、早く追って。あんたはどうすんの。この体じゃ私は足手まといになる。置いていって。そんな体だから置いていけないんだよ。ジル、私が行くわ。あのとこももうほとんど動けないはず。私一人もなんとかなる。頼む。言わんこっちゃない。ごめんなさい。はぁ、あ。本当に大丈夫？なんとか。俺に言うことあるでしょう。あ。さっきは呼び捨てにしてごめんなさい。違う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 。え？あんた、イデアだっけ？ええ。イデアが入ってるそのレイちゃんって子、俺の旧友の孫さんなのよ。その人に約束してんの。レイちゃんの子。無事に家に帰すって。そう。あんた説明聞いてると、もうレイちゃん帰ってこないように聞こえんけど。そうね。それがこの子の選んだ答えだから、おじいちゃんよりも二人を取ったんだよ。心配なの？この子が。当たり前だろう。その子は、ただの女の子なんだぞ。普通なら、こんなことに巻き込まれる子じゃないんだよ。普通ね。随分知ったような口を聞くのね。なんだよ。いえ、別に。ただ、自分は勝手に一人で死のうとしてたくせに、よくもまあ大きな口を叩くものだと思って。な！過去であなた言ってたわ。ここには死ぬつもりで来たって。マジ？マジ？バレてちゃせやねえな。息子が人を殺して悪魔と契約までしてた。仕事とはいえ、俺がそばにいてやれなかったからだ。責任感じんのが親ってもんでしょ。今さら親面なんかできるがっての。ま、悪魔になったとはいえ、サーシャが俺の前に現れて、あんたを助けてほしいって頼まれたから今ここにいるだけさ。でなきゃとっくに死んでるよ。私も知ったような口を聞いて申し訳ないけど、生きる意味がないことは死ぬ理由にはならないわ。あなたが言う、ただの女の子は、命を懸けてあの二人を守ろうとしてるのに、大の大人がメスメス悩んで、みっともないわね。それは、言わないつもりだったけど、過去にあなた死んでるのよ。ああ、そう。レイはきっと、あなたのことも救いたいんだと思うわ。それはそれは、お優しいことで。レイちゃんは優しすぎるんだよ。優しさだけじゃ誰も救えない。それはそうかもしれないけど、でも優しさがないと何も救えないと思うわ。あんた、ああ言えばこう言うな。あら、女に口で勝てると思ったの？きっとサーシャにも勝ったことないんじゃない？はあ、なんでもいいけど、その顔で毒吐くのやめてくれ。地味に傷つく。私はもう大丈夫だから、早く、サーシャのところに行って。そんなわけにはいかないでしょ。言っただろ？あんたを助けるためにここに来たんだって。っていうか、結局なんであんたそんなに苦しんで。あんたもしかして、
自分の魂とレイちゃんの体が馴染まないようにしてんのか？だったら？そんなの苦しいに決まってんだろう。馴染むのを無理やり抑制してるんだから。だいたいなんでそんなこと。戻ってきたとき、体がないとあの子、困るでしょ？信じてるのか？レイちゃんが戻ってくるって。北の館に取り込まれた人間が戻ってくるって、本気で信じてんのか？そもそもその体は対価なんだろ？どうやって返すつもり？少し黙って。私の残った魔力じゃ、これ以上馴染まないで抑制するのは無理だわ。一度馴染んでしまえば、私がこの体を捨てるのは難しくなる。でも、今この体を捨てれば他の赤間にこの体を奪われるかもしれない。リーリーもまだ完全に消えたわけじゃないし。どうしたらいいの？はぁ、何？人の顔を見てため息なんて。俺に言うことあるでしょ。だから呼び捨てにしてごめんなさいって言ったじゃない。だから違うって言ったでしょ。何か力になれることは？え？確かにあんたに言う通り、女の子は一人頑張ってんのにおっさんが何もしないのはかっこ悪いしね。できることはする。で、俺はどうしたらいい？この体を死ぬ気で守って。レイちゃんの体を？リーリーみたいに人間の入れ物を欲しがる悪魔は少なくないわ。今は悪魔のほとんどをリーリーが取り込んでるみたいだけど、それでもこぼれている悪魔がきっと狙ってくると思う。そいつらを殺していけばいいってこと？そう。お願い。わかった。善処しよう。ありがとう。それじゃあ私は自分の体に戻るわ。え、今？もともと魔力は残ってなかった上に時間を巻き戻したのよ。私の魔力はもう限界なの。約束よ。絶対にこの体を奪われないで。いや、ちょっと！万が一奪われたら許さないから。せめてあの二人に説明してから言ってくれよ。生きる意味がないことは死ぬ理由にはならないか。痛いとこつくんだから。リュウさんに君のこと無事に返すって約束してるんだ。頼む。戻ってきてくれ。あ！おう！合流したね！待て、話を聞いてくれ。だからこいつらに説明していけって言ったのに。ほら、人間が来た。美味しそうな子。迷い込んできたの？こんなところにかわいそうに。食べてもいいの？いいんじゃないか？どうせ出られないんだし。そうだよね、そうだよね。どっから食べる？見て、青い目！それじゃ目から？でも髪も綺麗だよ。頭から丸飲みしようよ。真っ暗。頭が痛い。待って。この子何かついてる。ほんとだ。嫌なやつ。どうする？このままじゃ食えないよ。いいよ、どうせ。そうさ、どうせ。ここにいたらいつか消える。寒い。知ってるな、この BGM。あ！あなたは？お母さん。あらあら、困った子。こんなところにまで来てしまって。こんなところ？あなたは来るべきじゃなかったのに。お母さんがいるのに来ちゃダメなの？泣かないで、レイ。え？
泣いてなんて。あれ、私なんで泣いてるんだろう。ええ、大丈夫よ。お母さん、そこまでして守りたいものができたのね、レイ。わからない。よくわからないの。頭もぼんやりして、暗くて、寒くて、穴が開いたみたいに寂しいの。大丈夫。じきに迎えが来るわ。迎え？お母さんがここにいるのに誰か迎えに来るの？今は、何も心配しなくていいのよ。いらっしゃい、レイ。ここは良くないものが多すぎるわ。良くないもの？こんなことでしか私はもうあなたを守ってあげられないけど。守る？いい？レイ。知らないものには決して答えてはダメよ。どうして？あなたを遠いところに連れてってしまうから。それはダメなことなの？ええ。あまり遠くに行ってしまうと迎えに来た時に帰れなくなってしまうでしょ。で、こっちにいらっしゃい。私を迎えに来てくれる人、そんな人私には。レイ、すっぽ抜けちゃってんのか記憶が。あー、なんだここは。ここあれだ、部屋か。